フルニソリドはアレルギー性鼻炎の治療のためによく処方される副腎皮質ホルモン剤である。軽微投与が症状の制御に最も効果的な投与法である。エロービド、ネイジライド、ネイチャレルの商標名で市販される。イギリスではかつてシンタリスの名前で市販されていたが、現在は製造されていない。フルニソリドの主な作用機序は、 糖質コルチコイド受容体の活性化であり、抗炎症作用を示す。外用副腎皮質ホルモン剤の効果は、速攻性はなく、目立った症状の緩和が見られるためには、定期的な使用、少なくとも数日間の使用が必要である。トン用では推奨される定期的使用ほどの効果は、得られないことが示されている。フルニソリドは、鼻腔感染症がある場合には使用するべきではない。 また、2から3週間の定期的な使用後もで、症状の緩和が見られない場合には継続して、使用すべきではない。フルニソリドの特許は1958年に取得され、1978年に、医療用として承認された。一時的に鼻や喉の乾燥、刺激、出血、または、不快な味覚や嗅覚が生じる、可能性がある。微中核先行の報告は稀である。 花や陰頭に限局したカンジダアルビカンスの感染が稀に報告され、また長期使用により白内障や緑内障を発症する可能性がある。フルニソリドの点微スプレーは循環系に吸収される。副腎皮質ホルモンの点微スプレーは人の死傷下部下垂体、副腎系の機能に影響を与える可能性がある。望ましい臨床効果が得られた後は、 症状の制御に必要な最小量まで維持投与量を減らす必要があり、核鼻光に1日に1スプレー程度にまで抑える場合がある。最小有効量で用いることで副作用の可能性を低下させることができる。一般的に水奨量の副腎皮質ホルモン点微薬は全身性の副作用とは無関係である。副腎皮質ホルモンは総症値を阻害する。そのため、近く、 微中核潰瘍、微出血の再発、鼻の手術や外傷を経験した患者に対する、副腎皮質ホルモンテンビスプレイは、治癒が起こるまで注意して使用する必要がある。推奨量の副腎皮質ホルモンテンビ薬は、妊娠中も安全かつ有効である。ありがとうございます。